カルさん。私には双子の姉がいます。これは私たちが10歳の頃の冬休みに家族揃って父の実家へ泊まりに行った時の話です。そこへ行くのは本当に久しぶりで、年の近い親戚や祖父母に会えることがとても楽しみだったのですが、まさかあんな怖いことが起こるだなんて思いもしませんでした。父の実家は山口県にあり、周りはポツンポツンと民家があるくらいで、昼間でもあまり人通りはありません。それでも子供にとっては、普段行かない場所というのは冒険心を刺激し、ついて早々姉と共に遊びに出て行きました。姉と懐かしいねなんて話しながら、田んぼに挟まれた一本道を歩いていると、向こうから足を引きずった女の子が歩いてくるのが見えました。道幅がとても狭いので、その女の子が先に通ってから私たちも先へ進もうと思い立ち止まりましたが、不意に姉が私を強く引っ張り、元来た道を戻ろうとしたのです。どうしたのか聞いても、いいから急いで帰るよとしか言わず、そのまま私は父の実家に帰りました。玄関に着くと祖母が迎えに出てくれましたが、顔面蒼白な姉を見て、とても驚き、何があったのか聞いてきました。すると姉は、そこの一本道で花ちゃんを見たけど、花ちゃんじゃなかった。と泣き出しました。花ちゃんとは親戚の子で、私たちより3歳年上の女の子です。以前は山口に来た時よく遊んでいたのですが、あの時見た人は、腰まで伸びた髪もぐちゃぐちゃで、服も泥で汚れており、花ちゃんの面影は全くありませんでした。姉の話を詳しく聞いたところ、足を引きずっていた女の子は、花ちゃんに似ていますが、違う化け物で、本物の花ちゃんは、その化け物の引きずっている方の足を掴んで地面を引きずられていたというのです。姉の話を聞いた祖母は、カルさんが出たんか、と言い、部屋の中へ急いで入ってしまいました。その後は両親や祖母に、何もないから心配するなと言われ、無理やり寝かしつけられました。そしてまだ何日か泊まる予定だったのを切り上げて、翌朝早くに自宅に戻ることとなったのです。あの時のことはしばらく親に聞いても何も答えてくれませんでしたが、先日やっともう大人になったしということで教えてもらいました。どうやらカルさんというのは方言で借りるというらしく、あの地域では昔から時々亡くなった人間が生きている人間の体を借りて歩き回るということがあるのだそうです。誰かで構わず借りるわけではなく、亡くなった人と近しい人の体を借りることが多いらしく、あの花ちゃんだと思った人は数年前に亡くなった花ちゃんのお母さんだったのです。カルさんは体を借りて歩き回って気が済めば、それが何時間後か何日後かはわかりませんが、とにかく元に戻れるらしいのですが、その間体を取られた本人は
カルさんの体の一部にしがみついていないと戻れなくなってしまうそうなんです。でも、カルさんが借りるのは今まで成人のみで、子供の体を借りることはこれが初めてとのことでした。子供の体に大人の魂では体が持たず衰弱死してしまうと、あの後祖父や親戚たちがお坊さんを呼んだりして大騒ぎだったそうです。結局祈祷師さんか誰かがカルさんを引き剥がして事なきを得たそうですが、花ちゃんは数週間ほど入院したらしいです。私にはあの時しがみつく花ちゃんは全く見えませんでした。しかし姉にはしっかりと必死の形相で足を掴んでいる花ちゃんが見えていたようです。カルさんも恐ろしいですが、姉の知らない部分も垣間見えて怖くなった出来事でした。就活支援サイト。就活していた時のこと。適性試験ってあるでしょ？あれを練習するってことで、大学の講義内でやる日があったんだけど、自分はインフルエンザで、その日試験できなかった。それで、大学の事務から、当日試験を受けられなかった人は、就活のサイトとかで個人的にやって、その結果を印刷して、大学側に提出しろって言われた。あの手の就活支援サイトって、会員登録とかをしないと使えない。当時、就活とかかったるいと思っていた俺は、そういうめんどくさい手続きをやりたくなくて、会員登録不要で受けられるところで済ませようって思ったんだ。あまりにも適当な作りのサイトだと、事務から何か言われるかもって思ったから、そこそこ良さげなサイトを探すこと数十分。検索結果の4ページ目ぐらいにあるサイトを見つけた。そこは今っぽい感じの作りのサイトで、しかも会員登録も不要で試験が受けられると、まさに俺の理想通りだった。いざ試験を始めると、最初は SPI 的な非言語とかの試験だった。お試しで受けられるやつだったから、問題数も少なく、すぐに終わった。次は性格試験だったんだけど、ここから何か変だったんだ。性格試験って、例えば、感情が顔に出やすいタイプだ。はい、いいえ。みたいな問題なんだけど、もちろん最初はそういう問題だった。でも、20問目くらいを回答したくらいからかな。カッとなると、人を刺したくなる。車に轢かれても、笑って許せる性格だ。片腕でも、生活に不便さを感じない。今の人生が気に入らない。他にもあったんだけど、なんかこれおかしくないかって感じの問題が続いたんだ。しかも、非言語の問題は10問ぐらいだったのに、性格試験の問題は30問を超えてもまだまだ終わらないようだった。なんか気持ち悪いと思って、だいぶ問題を解いてはいたんだけど、結局そのサイトはやめて、大手のサイトで試験を受けて提出した。それからしばらくして事故に遭ったんだ。横断歩道を渡るとき、酔っ払いの車にぶつかって、右腕にひびが入って、全治1ヶ月くらいだった。1ヶ月間片腕で生活するのはしんどくて仕方なかった。あれ？そういや俺、あのサイトの適性試験で、車に轢かれても
笑って許せる性格だ。そう思う。片腕でも生活に不便さを感じない。どちらかといえばそう思わない。って答えたんだけど。まあ偶然だとは思うけど、まさかね、ってなった。けど、もし今の人生が気に入らないって問題に、そう思うって回答してたら、どうなってたんだろうって、今でもちょっと考えてしまう。俺はもちろん、そう思わないって回答したけど。嫌な乗客。先日、帰省した時に、タクシーの運転手をしている弟から聞いた話。夜、0時近い時間に、駅の近くで、サラリーマンらしいスーツ姿の男を乗せたらしい。ところが、その男、ひどく酔っ払っていて、乗ったものの、はっきりと行き先を告げず、まっすぐに走れ、だの、今の交差点、左だったのに、だの。挙句、こんなんじゃ代金払えねえな、とか言い出した。弟は、払えないと聞いた時点でタクシーを止めて、ドアを開け、お客さん、悪いけど代金払うつもりないんだったらここで降りてくれる？ここまでの代金はいらないから、と言ったらしい。まあ当然、なんか大声で文句を言ってくる酔っ払い男。その時、視界の隅に人影が映ったので、そっちを見たら、タクシーの開けているドア側にある歩道に女性が立っていた。ポニーテールで白っぽいワンピースと黒のレギンスを履いた。おとなしそうな感じの女の子。ちょっと困ったような顔をして、こっちを見ていたので、もしかして乗りたいのかな、って思ったのと、早く酔っ払い男を降ろしたかったので、お客さん、悪いけど次のお客さんがいるから、早く降りてくれない？って言ったんだって。そしたらその酔っ払い男は、あん？とか言って、開いているドアから身を乗り出した。弟は女性に危害が及んだらまずいと思って運転席から出たんだけど、男は女性の顔を見た途端、飛び跳ねるみたいな勢いで奥の席まで体を移動して、車出してって言ったらしい。いや、お前を乗せていく気ないし、と思っていたら、男が、早く、お金もちゃんとあるし、先に払うから、と、5000円札を渡してきた。まあ、代金払ってくれるなら、と思って、じゃあ、まあ乗ってていいですけどね、って言ってから、とりあえず、待っている女性に、謝った方がいいかなと思って、女性の方を見たら、にっこり笑って、こっちに向かって頭を下げていた。事情わかってくれたと思って弟もすいませんって軽く頭を下げてタクシーを出した。その後何事もなく男を家まで送ったんだけど、5000円もかかる距離じゃなかったし、お釣りを渡そうとしたら釣りはいらないって叫んで、男はそのまま走って家の中に入っていったらしい。不思議に思いながらタクシーを出そうとしたあたりで、目の前というか少し離れた街灯の下にさっきの女性が立っていた。同じような服を着た別の女性と思いたかったが、その女性が弟の方を見て頭を下げたのを見てゾッとしたらしい。だって、タクシーで走った距離的に言っても、生きた人間とは思えなかったし。何よりも、
景色からなんか浮いて見えるなと思ったら影がなかったらしい。弟はそのままバックで交差点まで下がってから向きを変えて会社に帰ったらしい。バックで下がる間に女性の姿はいつの間にか見えなくなっていた。それから何日かしてタクシー会社に電話があった。要約すると、この前お前んところのタクシー乗ったら途中で降ろされそうになった上、釣り線渡し上がらなかったぞ、という内容。弟は、ああ、絶対あん時の酔っ払い男だって思った。でも会社にその件の経緯はすでに話してあったから、事務の人が対応してくれたらしいんだけど、とにかく家に詫びに来いの一点張り。住所と名前、電話番号も聞いときましたけど、どうしますかって。上司も交えて話し合っていたら、またその男から電話が来た。今度は上司が対応したけど、なんか変な応対。電話が切れた後、弟が聞いたら、さっきの件は自分の勘違いだったから来なくていいです。俺の住所、誰かに聞かれても絶対教えないでください。とか言って電話が切れた、と上司が言った。あの女性の例は、絶対あの男絡みだと思う。電話からして絶対、あの男のせいで自殺したとかかもね。と弟は言っていたが、自分にはそれ以上に気になることがあった。心の中で弟に語りかける。弟よ、多分その女性、お前が乗ってっていいって思ったから、お前のタクシーに乗って、酔っ払い男の家まで行けたんだと思うよ。チェックシャツの男。こないだの夜、田舎の方に自転車で行ってきたんだが、道中、線路があって、そこで信号待ちになった。しばらく経っても電車が来なくて、左右を確認してみたら、青いライトが2本、左右に立っているのに気づいた。自分は左側の青いライトの方で立ってたんだけど、右の青いライトの下にチェックのシャツを着た男性がいた。男性は青いライトを下から見上げて、何かブツブツと独り言をつぶやいていた。俺は早く線路を渡りたくてイライラしながら何度も左右を確認してたんだけど、3回目くらいの確認の時、右のライトの下にいた男性がいなくなっていた。おかしいなぁと思いながら気にせず電車を待っていると、やっと右側から電車が走ってきた。電車がもう少しで前を通過するので、前を向いてやっと渡れるって思った時、右側のライトの下にいた男性が俺のすぐ左に立っているのが視界の端に見えた。そして男性は俺を見ながら、ゴン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 とつぶやき、電車が通り過ぎた瞬間、すべてが消えた。俺は一目散に線路を渡り、渡り切った後で後ろを見たが、誰もいなかった。寝言で。中学の修学旅行で
京都に行った。女子の部屋は恋愛話で盛り上がり、寝たのは深夜2時半頃だった。自分は枕が変わると、なかなか寝つけないタイプで、3時過ぎまで眠いのに眠れないという状態だった。やっとうとうとし始めた時、隣に寝ていた子がもぞもぞ動き出した。大丈夫？違うけど。と、ごにょごにょと寝言まで言い出した。ああ、また眠れなくなっちゃう。と、耳を塞ごうとした瞬間。6時半ですね。はい、わかりました。気をつけます。と、彼女が寝言にしてははっきりと言った。寝言なのに、冷静でかしこまったような口調に、意味もなく鳥肌が当たった。翌朝、6時に起床した私たちは、眠い目をこすりながら布団を畳み、着替えたりしていた。今日の予定などを楽しく喋っていると、突然外から、ボン！と謎の爆音がした。びっくりして部屋のカーテンを開けると、ホテルの前の大通りで車が炎上していた。当然私たちはパニックになり、教師の元へ走っていった。聞こえてくるサイレン、ホテルのアナウンス。とりあえず落ち着こうと、友達の手を握った。昨夜、寝言を言っていたあの子の手だった。6時半、ぴったり。彼女はそう言った後、驚いている私を見て苦笑いした。15年経った今でもその子とは友達だが、あの時のことを聞いても、ただ微笑むばかりで、何も答えてはくれない。携帯の留守電。携帯買ったばっかりの頃、非通知着信がやたらと多かった。ある日の朝方、また非通知から電話がかかってきたらしく、今度は留守録が残っていた。再生したら、おばさんっぽい声で、あなたのお母さんですよ。あなたのお母さんですよ。あなたのお母さんですよ。で、時間いっぱいに入っていた。もちろん母ちゃんに聞いても、そんなことやってないと言われる。留守録はその日のうちにまた入れられていた。今度は宮城のお母さんですよ。玄関が開いていませんよ。宮城のお母さんですよ。玄関が開いていませんよ。延々とこれ。次の日、学校が終わって家に帰ったら、玄関脇に止めてあった兄貴の自転車のカゴに、来ましたとだけ書かれたメモが入れられていた。今でも何だったのか謎。朽ちかけた箱。小学生の頃、幼なじみと近くの空き地で宝物探しをして遊んでいた。変わった石や土器のようなものはたくさんあったが、あまり気に入るものもなく、撤収を考え始めた時、幼なじみが嬉しそうに近寄ってきた。ほれ、この箱。群青色に朽ちかけた箱を持っていた。なんだかお札のようなものがやたらめったら貼られていたので、捨てなよと促したが、幼なじみは気に入ってしまい、非常に喜んで家に持って帰った。
次の日、遊びに誘うため、幼馴染が住む団地を訪れたが、あの後、高熱を出して寝込んでいるそうだ。仕方なく諦めたが、その後一週間遊べなかった。幼馴染が元気になったので、久しぶりに会った日、あの箱どうしたの？捨てた？と尋ねると、おととい捨てた。捨てたら治った。と言う。でも気になるから、最後に中身を見たいから一緒に見ようよ。というので、空き地に向かって箱を発見。梵字やら何やら、殴り書きされた何枚ものお札をビリビリ剥がして蓋を開け中身を見た。そこには見たこともないモノクロの俺たちの写真が入っていました。九州旧家の風習。いとこのお姉さんが九州の名家にお嫁に行って妊娠した。寂しいだろうということで、私や姉や他のいとこたちが順繰りにその家に呼ばれたことがあった。夏休みの高い時期なのに飛行機代とかお小遣いまで出してもらって、でも、その家に行ったのは一人ずつで変だとは思っていた。九州のその家は犬神家みたいに古くて大きかった。昔ながらの男尊女卑でゲーって感じの家だったけど、若い人たちはみんな親切だった。とにかく行ったら、あげぜんすえぜんだし、お金もバンバンくれるし、料理もお酒もすごくおいしいし、着物までもらったり、いとこのお姉ちゃん、玉のこしだなって、私より以前にその家に呼ばれていたみんなも驚いていたらしい。そしたら、後で聞いてびっくりした。いとこの結婚した家は、長男の嫁の産む子は男だと流産とかお嫁さんごと死んじゃうから、一緒の部屋に嫁の親族を寝かせて、そっちを連れて行かせようとする風習があるらしい。でも私を含めて泊まりに行ったみんな元気。いろんなものをたくさんもらってうはうはでした。でも今考えると、あのいい着物とか帯とかって、生贄用の晴れ着だったのかな。ちなみにそのいとこのお姉さんは、普通に男の子を産んで、今は三児の母。私はあの時、もらった着物と帯で、写真館にも行ったんだけど、あれってもしかして遺影用だったのかな、と思う。それに、私の姉や他のいとこを含め、5人分も招待があったというのは、誰かが死ぬまでやる気だったのかなって思う。ちなみに私は招待された5人目だった。その家にいる間は、心霊体験とかはなかった。食事が魚ばっかりで、ハンバーグとスパゲティが食べたかったことしか覚えていない。眠りいね。祖父がまだ子供の頃の話。その頃の祖父は毎年夏休みになると祖父の兄と祖父の祖父母が暮らす田園豊かな山麓の村に両親と行っていたのだという。その年も祖父は農村へ行き、
遊びをよく知っている当時小学校高学年の兄と、毎日毎日朝から日が暮れるまで遊んでいた。ある日、田んぼ沿いの道を兄と虫かごを持ちながら歩いていた。幼かった祖父は眼前に広がる見事な青々とした稲たちに感動して思わず、すっげえ、これ全部が米になるんか、と声に出してしまった。すると、そうじゃ、この村のみんなが一年間食べる分じゃ、と言いながら、兄が祖父の麦わら帽子に手を置いた。しばらく二人でその景観を見ていると、不意に兄が口を開いた。なあ、ケンジ、眠り稲を起こすな。って知っとるか？突然の質問に、祖父は戸惑いながら首を左右に振った。眠り稲は、この村に伝わる合言葉みたいなもんでな。稲が眠ったみたく頬を垂れても、病気じゃないから、変に心配はせんでいい、ちゅう意味らしいんじゃ。へえ、と、祖父は驚きと納得が混ざったような返事をする。この稲が全部眠ることがあるのかと思うと、何とも言えぬ不思議な気分になったという。その夜、晩飯を食い終わり、祖父が縁側で心地よい満腹感を感じていたとき、不意に兄から声がかかった。ケンジ、花火せんか？振り向くと、大きな袋を掲げた兄が立っている。祖父はすぐに、うん、と返事をした。二人は履物を突っかけ、ぼちぼち暗なってきたから気ぃつけや、の声を背に、外へ出て行った。田んぼ沿いの道を花火を持ちながら歩く。赤や黄色の火花に見とれながら、たびたび着火のために止まる。そのまま一帯を散歩しようかとなっていた時だった。祖父が特別大きい花火を喜んで振り回していたら、近くの民家の窓が開き、じいさんが怒鳴った。くらぁ、クソガキども、そないなもん振り回して、稲が燃えてダメになりでもしたらどないしてくれる。いきなり知らない大人に怒鳴られて、祖父はもちろん兄もびっくりし、涙目になって逃げ出したという。祖父は今でも家に帰り着いてから兄が、クソ親父、今に見とき、とつぶやいたのを覚えているという。深夜、祖父は自分を呼ぶ声で目を覚ます。目を開けると、徐々に輪郭を持ち始める闇の中、兄の顔が見えた。なあ、面白いことを考えたんじゃ。一体何をこんな夜中に思いついたのだろう。今からあのクソ親父の田んぼに行って、かかしを引っこ抜いたるんじゃ。ケンジも来るか？祖父はあまりに驚き、必死で首を振って拒否した。そうか、いかんか。それでもええんじゃ。ただ、大人たちには俺じゃってこと、ばらしてくれるなよ。祖父はうなずいた。兄は一人で行ってくるのだろうか。兄が、部屋を出ていく気配を感じたのを最後に、また祖父は深い眠りに落ちていった。翌朝、何か悪い夢を見た気がする。祖父は目をこすりながら、家族が待つであろう一階へ降りた。異様に静かだ。というより、
誰もいない。祖父は嫌な予感がした。兄が、とっ捕まったんじゃないだろうか。寝巻きのまま、急いでわらじを履いて、外へ駆け出した。田んぼ沿いの道を走る。やがて、例の農家が近づくと、異様な人だかりが見えた。嫌な予感は、ますます強まり、人だかりを必死でかき分けて、祖父は田んぼを見たという。そこには、かかしがあった。いや、それは兄だった。両足を田んぼの泥に突っ込み、両手をバランスでも取るように水平にしている。口からはよだれが垂れ、目の焦点は合っていない。兄やん？祖父はそういうのがやっとだった。家族は兄を家に引きずるようにして連れ帰り、深刻な顔で話し始めた。眠りいねを起こしよったな。あれは気が触れてしまってるの。幼い祖父には何のことかわからない。結局、祖父には何もわからないまま、その年は早く地元へ帰り、もう毎年、兄の住む農村に帰ることはなくなったという。眠り稲を起こすな。この言葉の真意を祖父が知ったのは、兄の葬儀のために、最後に農村へ帰った時。これが意味するのは、決して稲が穂を垂れても病気じゃない、という意味じゃない。本当は、草木も眠る牛蜜時、田んぼに行ってはならない、という村の暗黙の了解のようなものだったのだ。牛蜜時の田んぼに行った兄、タブーを犯してしまった兄に、あの夜何が起こったのかはわからない。もしかすると、化け物に襲われたのかもしれない。とにかく、人間には想像すらできないような正体を持つ伝承は、日本のあちこちに、ひっそりと息を潜めているのだという。スケートリング。冬になると思い出す。俺が小学2年の頃、もう20年以上昔の話なんだけど、小学校のすぐ隣が中学校だった。中学校のプールは大きくて深くて年中水が張りっぱなしで、夏が終わると濁って緑色になる。ある冬の日、俺はなんとなく中学校のプールを見に行った。プールには見事に氷が張っていて、まるでスケートリンクのようで、俺はつい夢中になって氷の上を走ったり滑ったりしてしまった。ふと我に返って足元を見ると、大きな気泡が氷の下で激しく動き回っていた。なんかやばいなと思った俺は、プールサイドめがけて走った。しかし、氷はパカッと割れて、俺は汚い氷水の中へ落ちてしまった。やばい、死ぬのか、と、小学生ながら生命の危機を感じ、あらん限りのパワーを振り絞って叫んだ。助けて、って。誰かがすぐに先生を呼んでくれて、俺は助かった。あと少し救助が遅かったら、俺は水を吸った衣類の重みでプールの底に沈んでいただろう。中学校の職員室で服を脱がされ、
毛布を巻かれて親が呼び出された。その日はすぐに家に帰ったが、翌日もまたその翌日も俺がプールに落ちたという話が職員室や親たちの間で密かに続いているようだった。そんな事件から3年が経ち、高学年に進級した俺は、父親から衝撃的な話を聞かされた。俺が溺れかけたあの日、そのプールの底からもう一人発見されたんだそうだ。水を吸って、石のように重くなったコートやセーターを着た、当時の俺よりも少し小さな男の子が沈んでいたんだそうだ。俺はあの時、水の中でそいつに会っていたんだなと思う。